うるさい、うるさい、いやいやいや、だから人のは、人が死ぬのは嫌なんですよ。はい、そうなんですね。この坂本龍馬という人はとても優しい人なんです。人が切るの、人が殺されるのはとても嫌だ。小さい時にお母さんが死んでしまいます。で、江戸に修行に行きます、ね、剣道の練習しに江戸に行きます。その時にお父さんが死んでしまいます。で、その後彼は外に出ようとした時に、家出した時にお姉さんが、このことは私内緒にします、秘密にしますよと言って助けてくれたんですね。で、そのお姉さんは最後自分で切って、ね、自殺してしまいます。こうやっていろんな人の死にこの人は、直面したわけです。で、しかも徳川家というのはこの龍馬さんの友達たちも全部こう殺していきます。どん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 殺していきます。なんですが、この龍馬という人間はですね、どうやったらその憎い相手、とても嫌いな相手ですけど、その人たちも仲良くできるか、それをいろいろ考えていたわけですね。で、それがこちらでございます。じゃじゃん。その方法とは、江戸幕府が自分から政治権力を天皇に貸すこと、はい、貸すこと、はい、大きな政治権力を天皇に返還立てまつることイコール大政奉還。そう、これこそが大政奉還と言って、まあ、身分制度を一回なくして平等な社会に一回しましょうというものだったんですね。あ、なるほど、はい、でも260年間、続けた徳川家族がそんなに簡単に、言わないでしょ。そうですね、この人たちに名前言われたいぐらい。確かに、あなたは一言言うの。スイス人でしょ。その時私は幕府にとって一番邪魔でしたから、この考えは友達に言ったもんだ。この考えは父さんの、そう、父さんのことというとても頭がいい人物に頼んで、将軍を説得してもらったんです。そう、あれ、あれ、はい、おお、後藤、違いますよ。後藤、恩師も生き返ってたかか。違いますって。あ、これ、あんた好きなんでしょ、これ。これ、あんたどうやって将軍説得したんですか。だから違いますよ。やっぱり余計、そうしないと殺せって言ってましたよ。だから違いますって。私はゴートじゃないんですよ。主人は父さんじゃないし、役場するとすべてでいいんですよ。でも、なんで龍馬さんはそんなにうまいこと、そんなにないことを戦争になる、ね、戦争になるが嫌だったんだ。両親、多少の犠牲は好きなのでしょ。そうですね。でもその時は嫌だったんです。はい、まあ、もはやあといつ戦争しますか、いつ戦争しますかという時だったんですが、そこまで来てもまだこの坂本さんは戦争するの嫌です、嫌ですね、まあちょっと待っててくださいと、ね、言っていました。どうしてそんなに戦争するのが嫌だったんですか、この人は。大きな理由が3つあります。3つ、それを発表してもらいましょう。まず1つ目、じゃじゃん。国内戦争で国が弱くなったら、外国から侵略されやすくなってしまうから。はい、そうですね、日本人と日本人戦います。そうすると日本がどんどん弱くなります。そうすると外の国からどんどん、ね、入ってきて、それ戦え、私のものだ、私のものだ、どんどん入ってきてしまう。そしてもう一つ、幕府にもお世話になった人たちがたくさんいるから。そうですね、勝海舟、大久保一郎なんていう人は、坂本龍馬とてもこう可愛がっていた人ですね。坂本龍馬いい子だな、よく来たんだ、敵なんですけどね。そして3つ目、これ大事です。好きな女の子が江戸にいるから。そうですね、好きな女の子が江戸にいたんですね。戦うと江戸で戦争が起きてしまう。戦争が起きると江戸が危ないな、千葉さん元気かな、あ、ダメだ、江戸で戦争なんてしたくないということを考えます。
さすが坂本龍馬、日本全体のことを、ね、いやいや3番は思い入れ、個人的な理由でしょ。そうですか。そう、そういうことになっているんですが、まあなるほどね。でも、サチュンは戦いたくて、勝がなかったんでしょ。そうです。そんなことをしてたら、味方の方から、うん、味方の方に、殺されちゃうわ。私だったら、殺します。お願いします。いや、もう死ぬのは一回で十分です。はい、さすが信長さん、鋭いですね。ところがですね、ちょっと変わってきます、いろいろ。はい、どうぞ。260年間、ずっと幕府に虐げられてきた人たちの気持ちは、うん、今すぐにでも幕府を切りまくりたいという思い、うん、龍馬の考えは、もし本当に成功してしまったら、このストレスは、消えないまま。そうですね、ストレス消えない。坂本さん、私たちの仲直りしてくれました。でも、ちょっと今戦争したいんですけど、この人邪魔だな。そういうふうに考えてしまいます。へ、うん、でも、あなたを殺したのは、最近、幕府の役人か、新選組みたいな。そういうことになっているんですが、実ははい、そうなんです。実は、謎は謎を呼んでいます。坂本龍馬、この人死んだんですけど、一体誰が殺したのかな。一体誰が殺したんでしょうか。今考えられる3つここに書いてあります。じゃあお願いします。坂本さん、幕府の見回り組、はい、今でいう、まあ、警察ですね。警察に捕まって殺された。もう一つ、新選組、まあ、今でいう、なんでしょう、サットみたいな人殺しのプロフェッショナルですね。もう人殺しの練習ばかりしていた人たち。そして最後3つ目、薩摩長州の資格。はい、薩摩と長州というのはとても仲がいいというか味方です。坂本さんの同じグループです。その中に実はブスッと あれ殺されたんじゃないかって考えてます。だからまだまだ謎が残っているんですよね。3番だったら悲しいよね。そうですね。そうなんですが、実はちょっと待った。誰だ。あ、お前はまさか。そうだ。いや、ちょっと勝手に人の部屋に入らないでください。あなたもね。俺はお前を暗殺した本当の犯人だ。覚えてるか、俺の顔。あ、まあ実はあの時本当に部屋が真っ暗かったので、ちょっと顔が全然わからなかったんです。あ、本当に。いやいや、ちょっとお前、まさかって知り合いですか。信長、なぜ僕に、俺の正体は。幕府の役人でもなく、新選組のでもない。でもない。おい、社長。ましてや社長でもないわ。社長は誰ですか。俺の名前はこれだ。ちょっと待って。あ、わかった。水で何でだよ。明智だと。じゃあこうしてやる。ちょっと待ってね。はい、こうしてやろう。なんで後藤、本心も生き返ってたか。本当、本当にバカだよね。いいよ、もう。うまい。いや、そんなわけないでしょ。そんなわけない。確かに明智光秀さんが生きていたというなんていう話もあるんだけど。はい、そんな話もあります。ちょっと生きていたとしても時代が違いますでしょ。そうだ、関係ないでしょ。人が300年も生きてるのはありえないんでしょ。何食べたらそんなに長生きできるんですか。そんなわけない。これはな、お前らみたいに魅力的で時代が変わっててもみんなに愛されて歴史上にするなら。何にするの。何にするんですか。歴史上の上手にするんです。上手にするんだ。第一位、日本といえば第一位とか、インターネットカフェでこの間探そうと思ってたら。何を探そうと思ってたんですか。新しい呪いですよ。あ、呪いですか。で、その時は大宮に取ったんだよ。
あんたね、それさっき聞いたよ。聞きましたね。聞いたよ。あんたね、あのたまたま歩いててこんな偉大な人を殺しちゃダメですよ。うるさい。やっぱりこんなにたくさん人が見に来ていて、やっぱりお前たちって大人気者だよね。大人気者だな、やっぱり。もう一度殺してやる。はい、はい、はい、うわぁ、おぉ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 、この勢いを、いや、どっちがやるよ。ファマウンテアリア。え、やっぱりね、スウェーデン人。え、嘘、私、見せるんだよ、スウェーデン人。ちょっと、さあ、さあ、さあ、急いで、スウェーデン人。アロじゃないよ。ああ、まあ歴史の中でもですね、本当にこうやって鉄砲でバーンって撃てばよかったんですけれども、まあ不意を使えた坂本龍馬というのは結局何もできませんでした。まあ何者かによって殺されます。なので誰かまだ分かりません。もしかしたらインターネットカフェに行く途中でスウェーデン人が殺したのかもしれません。そうなのかもしれませんが、まあ皆さんでストーリーを考えてで、さて、まあ、坂本龍馬がこうして殺されてしまったから、結局日本人はですね、日本と幕府と、薩長と戦争始まってしまいます。坂本さんいませんから、ああ邪魔者がいなくなった、ラッキー、戦え戦ってしまいます。これが戊辰戦争というものなんですね。その後、明治ピリオド、明治時代が始まりました。なので、まあ、つまりですね、新政府、新しい政府と幕府の戦いです。で、まあ、坂本龍馬さんはずっと言ってたのが、同じ言葉をしゃべる、皆さん日本語を喋ってましたね。同じ言葉をしゃべる人が、ね、同じ色の皮膚をしている人で、同じ考えを持っている人がどうして戦わなければいけなかったんでしょうか。で、もし彼が今この世の中を見たら一体どう思うでしょうか、というのがこちらです。最後です。一体どんなことを思うだろう、はい、それはそのままあなたがこれからしなければならないことなのかもしれません。そうですね、坂本龍馬の、素晴らしいところというのは、したいことを全部したということです。ああなればいいのに、ああすればいいのに、だったらいいのにと考えるだけじゃなくて、じゃあそれやってしまいましょう、それやりましょうと思ったことです。なので龍馬がいたらあんなことするかなと考えたこと、ぜひ明日から皆さんやってみてください。それが、まあ、龍馬というものの魅力の一つだと思います。坂本龍馬というのはですね、こうして、まあ、いろんなことを考えていた人たちなんですが、今日はいろんな人たちを交えて、坂本龍馬について勉強していました。本日は皆さんどうもありがとうございました。龍馬役をしてくれました関西のジョイスさん、ジョイスさん、信長さん役のスイスのアンジェロさん、この仕組みでの役をした、フレドリックさんです。スウェーデンの、リアさんですね。歴史講座の午前中これで終わりますが、まだまだお祭り続きますので、皆さんどうぞ楽しんでいてください。はい、本日はどうもありがとうございました。あ、そうでした。以上で終わりです。どうもありがとうございました。皆さんまた楽しんでいてください。今度この教室はスウェーデン語の勉強しますので、もし時間があったらぜひスウェーデン語、さっきなんかいろいろ話してましたけど勉強してください。どうぞ。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。